皆さんこんにちは、ナイトです。ということで、お約束した通りヒゲの様子がどうなっているのかをご報告したいと思います。ですね、今の段階はですね、今日朝1回剃っただけです。で、今夜の19時、7時なので、朝1回剃った状態でどんな感じか見ていただきたいと思います。それではこちらです。オープン。じゃじゃん。どうでしょう。あ、やっぱパッと見なんか薄くなった気するね。前まではやっぱりね、朝1回剃っても夕方になったらかなり、あーもうヒゲ濃いな、ちょっと汚いなってなってたんだけど、今だったら遠目で見たらそんな目立たない感じじゃない、ないですかね。どうだろう、自分ではあまり判断つけない、まあ、近くに行ったらちょっと入ってるんだけど、で、あのご報告したのがここ生えなくなったね。ここもないのよ。これ前からねちょっと思ったんだけど、ほらここの2箇所のところがもう生えてこなくなってるんですよね。で、まあ、下はまだあるね。で、ここもまだありますね。うん、ただ大きな変化としてはここなくなりました。もう生えてきてますね。だからまだらでね、ちょっと変っちゃ変だけど、こうやってどん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 なくなってくるのかなって感じですね。で、メディオスターが一番最新で痛みが少ないんだけど、ちょっと痛みは強いんだけど、当てるとあのボロボロヒゲが落ちるもの、それもねぜひ体験してほしいって言われたんで、次回そっちはやってみるかもしれないですけど、痛いの嫌なんでね、もうメディオスターで行きたいんだよね。俺の時が怖いんだよね。じゃあ続いて乳首の毛を見ていきたいと思います。乳首もね、長い毛が俺結構生えてるんだけど、どうだろう、もう今2週間ぐらい経ったんだけど全然ない、全然生えてないっしょ。こっちも、うん、剃ってない、自分では何も剃ってないんだけど全然生えてない感じですね。だからこれは一発で効果が分かりやすいかもしれない。で、次お腹。お腹もね、まあ近づけばちょっとポツポツしてるのが分かるんですけど、だけどうん、綺麗になってるかなって感じですね。ここをやって、で、ここは痛みが一番強いところですね。ここはやりたかったんですよ、お腹の毛は、あと乳首も。だからやってもらってね、すごく良かったなと思います。え、ヒゲとかはさ、残したい人もいると思うんだけど、乳首周りの毛とかいらないじゃん。まあ、お腹もいらないと思うんだよね。だからこことここはね、やりたかったんで満足です。で、あとオーラインもやったんですけど、そこもね、すごくやって良かったなって思います。で、次回はついに足の毛ですね。あの、太ももと、ふくらはぎのあたりもう全部やってもらいます。これで全身脱毛って感じだね。ついに全部に取り掛かったって感じです。なので、始めた時期が違うんで効果が出るのがね、まだらになるかと思うんですけど、やっぱ1年後2年後にはもうツルツルになってるんじゃないかなと思います。なのでぜひ経過観察これからもしていくんで、ね、楽しんでくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方お願いします。2ヶ月ごとに更新していくんでね、ぜひ興味のある方は前の様子とかもあるんでぜひチェックしてみてください。それではまたね。グッドボタン、チャンネル登録の方お願いします。それではね、バイバイ。